カルビーサメラアムさん東京アムアムワールドアム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 彼氏ということで全クリするまで終われません。チャレンジしたいと思います。今日チャレンジするのはぷよぷよ2。全クリするまで終われませんをやっていきましょう。東京アムアムワールド今3時40分ですね。始めた時間がだいぶ遅いんですけど速攻でクリアしちゃいます。ぷよぷよこれも最近のはどういう感じかわかんないですけど基本的にはまあこの同じ色のぷよをね、4つ以上くっつけるとこう消えるっていうゲームですよね。こうやってね連鎖をできるように積んでまあ一番最初は余裕ですね。さあこれで、どんどんレベルが上がっていくんですよ。レベル2になってどんどん速くなるんでね、連鎖も早く作れた方が圧倒的にいいですからねこのゲームは。3、4、5連鎖ですね。これはだいぶ早いんじゃない？もう一番上まで行ったらもうラスボスですから。あ、やば。ここら辺からね落ちてくるスピードが全然違くなるんですよね。やっぱここら辺からちょっと速くなってきて連鎖が作れなくなってきてますね。はい、よし、危ねえ。いや、どうだ、いった。これで頼む、コンサルレーサー。よしよし、ちょっとやっぱこう、うわやばい、もう早っ、始まった。よいしょ、やべ、あれ、もうちょっと分かんない。あ、よし、赤。おい。いったんじゃない？5連さ。くぅ。声出して。ここからラスボス入れて3人ですね。もう早いな。おいおい、はい、よし、いいの？勝っていいの？ラスボスサタンです。これに勝てばはいえ。これはまずいな。あれ、うわやばい。うわやばい、入れらんね。ちょっと待って、早すぎるぞ。あーやばい。なんか2連さんなった。青青早く来た。あやべ、緑がね、どうする。おい、自分の手精一杯になってたら何もせず勝ちましたね。1回のチャレンジで終わりました。17分ぐらいですかね。そうですね、全クリしないと終われないっていうものですから、全クリしたんで終わりです。よっしゃ、スーパーファミコンのファミコンのゲームができますので、このゲームを全クリしてくださいっていうのがもしありましたら、一発でクリアすごいねと思ったらもうグッドボタン、ぴよぴよ懐かしいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いいたします。おやすみなさい。明日もいい一日になります。